はいどうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もバトルファンタズムやっていきましょう。今回は、ここですね。ちょうど真ん中あたりだね。真悪霊の神々です。かなりいい感じですね。すべて20手以内。うん。で、この前やった地獄の労働組合、13手ですよ。かなり早い。ここもちょっと、大急ぎで倒したいところですね。行ってみましょう。はいはい。まあまあ、出てくるやつは分かってたよ。で、異常状態は、ザラキーマとかしてくる？わからん。まあまあ、倒す順番だよね。危なそうなのはバズズだと思うんだけど。まあ、アトラスの痛恨なんかもちょっと気になる。まあ、バズズ、まず行きましょうか。ナイス。いいね。レボルレボルで行け。むちゃくちゃいい。もう、1ターンだけで、もう9000ぐらいダメージ与えてんじゃん。効くかどうかよね。チャージタックルが全員に。効いた。バズズには効く。で、風切り、2連。おし、ナイス。フーラ結構ね、最初の行動ね、2回攻撃、なりやすいんだよね。ナイスナイス。バズズ。あ、もう、バズズ黄色だよ。倒せそう。よし、ナイス。テンション上がってきた。アトラス結構痛いわ。かなり痛い。で、2匹目はもうアトラスで決定だ。いいか、バズ攻撃しとけ。もったいない気もしたけどね、まあいいや。よし、倒した。で、アトラスだな。ナイス。チャージタックルが本当に優秀すぎでしょ、これ。めちゃくちゃ優秀よ。ぼち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 。聞くね。ヤンルシアがテンション上がっていってくれればいいけど。上がらない。あれも確率だもんね。どんぐらい聞く？おお、まあ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 。まあまあダメージだ。で、レボル。ちょっとヒューザやられそうなのが、ちょっと怖い。やられたくはねえな。回復しときましょう。回復はもう雫一択でいいよね。上がってよ。上がんねえ。イオナズンもそこそこのダメ。やば。あぶねえ。ナイス。アンルシアはね、まあ会心来ても全然大丈夫そうだ。レボル。いや、こいつらはさすがに20点以内厳しいか。おし、もう一回。あ、ダメだ。今のヒューザがね、もう一回攻撃が来れば強かったんだけど、まあまあいいやいいや。でも倒す順番でこれで間違いないかも。バズズのアトラスので最後ベリアル。いけ、ナイス。誰もテンション黙ってねえな。いいね、いいよ。75だもんね、不死鳥テンプはね。まだまだですね。よし。あ、でももう倒せそう、倒せそう。ヒューザーで倒すんじゃない、おそらく。よし。なんてだ、意外と早かった気がするけども、20手以上はいったか。22手か。いや、でも限界ぐらいだと思うな、これが。はい、戻ってきました。あ、
新しくまたもらえた守りの種10個か。不思議。なるほど。お、金ももらった、ありがたい。なるほどね。うん、と種をね、俺全然使ってないんですよね。で、次ワカメか。あ、これ踊りでしょ。踊らせてくるやつじゃない、もしや。うん、まあとにかく種がね一個も使ってないんですよ。全部貯めたまんま。うん、使うか。どうしようかな。でも使うってなるならば、アンルシアか主人公に全部ぶち込む感じがいいような気がするんだよね。はい。まあまあ、とりあえずですね、今日は、まあ楽勝でしたね。うん。悪霊の神々。これは特に、異常状態もないんで、いけたんだけども、次は、これは異常状態来るよ。うん。なので、ちょっとやり直しとかも出てくるかもしれませんけども、これ、無限のワカメやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。